い、クリムソン開けていきたいと思います。今日はですね、なんとこの船のモッドを紹介していきたいんですけど、見てほぼこれ、シャスタサウルスです。はい、ということで本日はまさかのシャスタサウルスっぽい船が運営よりモッドの方が先に、実装しちゃったっていうのをですね、このすげえ面白い船モッド紹介していきたいと思います。それでは本日も聞いてみましょう。1つ目アルファサブマリン、2つ目船の紹介で、最後にまとめていう形でやっていきたいと思います。でまず1つ目なんですけど、アルファサブマリンっていう形なんだけど、まあ、アルファサブマリン何かっていうと、このモッドの名前です。でアルファサブマリンっていうこの船の名前っていう感じですね。でまあ一応まずはモッド一覧から、まあ、どんな感じのモッドですかっていうのをですね、まあ、商品コーナーみたいなところから見ていきたいと思います。でまあ、あのモッドリストから、まあ、検索の仕方はね、多分 AL でいけると思うんだけど、 AL で多分アルファサブマリンが出てきます。あ、出てきたね。でこの左上のこれです。でまあ普通にね、あのインストールしてもらってという感じで、あのできるんで、まあこの性能としてはそんな感じと。でまあとりあえずダウンロードしてもらったら、インストールしてもらったら、まあまずスタートラインに立ちましたという形なんで、そっから船の紹介をやっていきたいと思います。このねモッドね、マジで面白いから、本当にあの結構俺もですね、こんなモッドあるんだったらシャスタサウルスの普通に運営さ、なんか実装できるんじゃないとか思っちゃいました。それではですね、船の紹介というところでやっていきたいと思うんだけど、まずこの船のあのエングラムなんですけど、これね、あの普通にですね、モッド制作者さんが結構設定をちょっと分かってるなと思ってて、なんとレベル105じゃないと作れません。しかも必要な素材が激重っていう感じ。エレメント30いるし、その他もなんと冷蔵庫とか旋盤とかグリルとかっていうのが必要です。なのでそういったものひっくるめて、いろいろ集めて、ようやく作れるっていう感じ。レベル105でね、一応マックスレベルでっていうところですね。なので、まあ、ここら辺が俺は結構センスいいなって思って、もしこれがレベル1から作れたら、もうあの環境壊れちゃうってなるから、そこら辺を考えると、やっぱりこのアルファサブマリン の、 あの立ち位置っていうのは105でも、まあ、あのいい感じというか、ちょうどいいレベルになるかなっていうところです。で作り方は1000番以上の作業台で作ってくださいというところになりますので、なので、まあ、とりあえずね、適当にね、そこら辺の地面にあの土台を置いて1000番を置くんですけど、まあ、1000番の中を見てもらって、でアルファベットの A で検索してもらうと一発で出てくるかなって感じで、こんな感じですね。アルファサブマリンっていうところで、まあ、もちろんなんだけど、普通にあのレプリケーターでもいけるっていう感じですの で、 で、まあ、ポイントとしてはあのストレージが70しかないから、1000番ね。なのでこれちょっと俺も実際入れて作ったわけじゃないから、ワンチャンこれ、まあ、普通にテックレプリケーターでやってねっていうレベルの可能性も全然あるかなっていう形で、まあ、とりあえず一応1000番以上で作れるっていうような感じです。まあでもエレメントとか使うし、まあ、ほぼテックレプリケーター作った後かなっていうのの、まあ、俺はあの気がしますので、まあ、ほぼほぼテックレプリケーターで作るんじゃねっていう、そんなイメージですね。で、まあ、素材は激重と、さっき見ていただいた通りで、まあ、作ったらですよ、まあ、そっからまあかなりですね、あのいい感じ の、 あの船の旅というか海の旅が始まるんですね。なので早速ではあるんですが、まあ、あの一応作ったと仮定してですね、やっていきたいと思います。で、まあ、作ったらですね、広めのね、まあ、適当なこの水のところに行ってポチッと押してもらうと、普通にこうやって海上というか水面にあの船がですね、出てきますっていう感じですね。まあ、こんな感じで出てきましたっていうところになってますので、まあ、これで完成という形になってます。でこれすごく面白いんだけど、オプションサークルから乗るとかいろいろできるんだけど、このなんていうの、普通にあのハンドルというか、あの舵マークがあのライドという形で乗るっていう形で、まあ、ちょっと一瞬バグるんだけど、まあ、これで運転という形になります。なんだけどオプションサークルでなんとピックアップっていうのがあるんですね。でこれピックアップするとどうなるかっていうと、なんとですね、ホイッという形で回収してアイテム化できるんですね。やばないこれ、マジで便利っていうところで、持ち運び可能のモーターボートになっております。でさっきさ、これをクラフトするときにいろんな特殊な素材、まあ、特殊な素材っていうか、なんか旋盤とか冷蔵庫とかいろいろいるよねって話したんですけど、まあ、例えばこの作るあの素材の中に作業台、グリルで、冷蔵庫、収納ボックス、本棚、旋盤ってあるじゃん。その性能がこの船のサブマリンのインベントリーの中に あります。っていうのがやばいんですよね。なので
この、 あの船のインベントリーを見ると、見てください、このアルゲンのサドルつけた時みたいな感じで、まあもちろんそれ以上にこうやっていろいろ作れるんだよね、このサドルの中で。まあサドルっていうか船の中でいろんなものが完結する。なのでこの船1個で最強の移動拠点、海洋拠点になるっていうのが、まあなかなかチートで、 HP とかも、まあ、爆裂なんで1、10、100、1000、16000で、重量も1、10、100、1000、16000みたいな感じなので、まあ爆裂な感じっていうところになってますので、ここら辺が結構えげつないで、もちろんね、あの名前をあのつけることもできるので、名前とかはね、まあ、あのいろんなものに付け替えることもできるっていうところなんで、そこら辺での差別化もできるし、めちゃくちゃね面白い形にはなってるっていうのが、この船のヤバさでもあり、かなりチートな能力だからこそバキバキなあの制作コストで成り立っているという感じになってます。で、出入り口はこの後ろなんだよね。後ろのこのモワモワってなってるとこあるじゃん、こっから出入りできます。で、ちなみになんだけど、ここのゲートなんですけど、設定がですね、できまして、でこのこのピックアップの横、なんか歯車マーク青いシップメントコンフィギュレーションで、これでですね、ブロックエネミーズをすることによって敵が入れなくなるとか、あとはブロックエイリスで、これで多分他のプレイヤーかな、とりあえずあの侵入のルートの、どうするかっていうのを、テックの、まあ、あのベヒモスゲートみたいな感じでいろいろ選べるっていう感じになってますね。まあ、なので実はね、こんな感じで冷蔵庫とかあるんだけど、インベントリーは触れません、冷蔵庫とかは。なので船のもうインベントリーを開けると、全てのさっき使った冷蔵庫とかいろんなものの中身とあの同じっていう形になるので、そこら辺が結構ねえげつないかなっていう形です。で、さらにこの船なんですけど、何を原動力として、まあ、動くかっていうと、ガソリンで動けますっていう感じなんで、いやー、この船どうせ原動力もお高いんでしょうと思いきや、ガソリンでコスパよく動けるっていうのがやばいんですね。しかもあの早い、普通に。しかもあのなんかタピアレみたいなこう水平移動とかできるんだよね、こんな感じのっていうところで、めちゃくちゃむちゃくちゃな能力を持ってるっていうのが、今回のこのですね、あのなんていうんですか、あのまあ船っていうか、はい、潜水艦っていうか、はいっていう形になってます。やばいよねこれっていうところですね。なので、まあ、こんな感じでですね、なんていうかな、普通に、動けるっていう、ガソリンのみでっていうところです。で、操作方法に関しても PC のあれになっちゃうんだけど、普通に WASD で普通にね、普通の距離と同じ感じで動いて、で、C で潜って X で上昇かなっていう感じなので、マジタペアラと、一緒って感じ、操作方法がっていう感じになってます。なのでめちゃくちゃね、なんか普通に簡単に、できるっていうところで、あとはマルチプレイする際にも補助席とかもあってですね、でこの紫のさシートっていうところに行くと4つ席があるから、そこでですね、いろんなところのシートに乗ることができる。まあ、こんな感じちょっと浮いとるんだけど若干浮いとるんですが、こういう風なね、いろんなシートに座ることができますね、というのが、まあ、今回のなんていうんですかね、マルチプレイ用の補助席もあるという感じですね。で、一回ちょっとなんかシートから降りると、なんか海底に潜っちゃうんだけど、これはなんかちょっとね、バグというか、まあ、仕様に近いものっぽいですね、今としてはっていう感じになってます。で、さらにこの船なんですけど、武器のオプションも今後実装されるらしいんですよね。で、今は作れないっぽいんだけど、なんていうかな、カルキノステイムするときにさ、なんか大砲みたいに投石機みたいなのあるじゃん。で、投石機ってさ、投石機のインベントリの中だけで弾作れるじゃん。あれと同じ原理で、この船の中のこのインベントリー内だけで A って検索すると出てくるんだけど、3つの武装オプションを作ることができると。で、ただこれちょっとまだなんか作れないっぽいので、なんかね、作り方は素材を用意してるんだけど、なんか作れないのでよくわかんないって感じですね。まあ、一応クリエにしてても作れないので、なんかね、どういう感じなんだろうなっていう感じではあるんだけど、まあ、そんな感じになって
てます。はい、っていうところですね。まあ、なので多分これまだ未実装っぽい。もしこれ英語間違えてたら誰か教えてください。全部英語なんでね、多分だろうっていう感じのあれで想定で、あの翻訳しながら Google ねやってますので、まあ、そんな感じらしいです。なので今後はなんかテックライフルみたいなやつとか、あとはなんかその電気のビビビビっていうなんか放射するやつとか、いろんなものがあの武装追加でできるらしいです。っていう感じでマジでシャスタみたいな水上と、なんていうの、海底とダブルで行ける感じ、戦艦と潜水艦をダブルでこなせるっていうのがめちゃくちゃ面白いから、俺はねこれすげえなって思って、てかこれできるんだったらシャストサウルスいけるんじゃないって思ったりしたんだけど、まあ、そんな感じの あのあれですね。でちなみになんだけど、今なんかずっと遊んでるんだけど特に落ちたり不安定な感じはないから、一応不安定なのはこの乗り降りするときだけなんか一瞬この変な海底にこう降りるっていうか落ちるみたいな感じになるんだけど、それ以外は特に不便ないから、そんな感じでね、なんか普通に遊んでます。はい、遊べてますっていうところなんだよね。ここら辺とかもね見てみるとマジ結構面白くて、作りもいいからすっごいね俺的にはなんかねいい感じの船というか楽しいかなっていう風には思ってますっていう感じなんでね、マジでね結構面白くて、いろんなね機能面も良くて、本当にねガチで言うので、これが一家に一台あれば、まあ、何でもできるっていうような形になってるので、本当にね有能だなっていう風には思ってますね。でさらになんだけど、この海底に入るじゃん、海底に入って機上解除するじゃん。でこれどうなるかっていうと、自動的にあれなんですね、真空室みたいな感じになるんだよねっていうところなので、自動的に真空室モードになって、で出ると海なんだけどみたいな感じになってるので、まあ、そういったなんていうかな、仕組みになってるっていうところですね。もう完全に真空室ですね、この海底に潜った状態で使えるのは。でこうやって普通にね、なんていうの、ほらそこにメガルドンいたりするじゃん、なんかすごいよねこれね、っていうすごいこんな感じのね、なんていうんだろうな、海底生活もできるっていう、これめちゃくちゃおもろいなと思って、ちょっと今日はねこれは面白いので紹介せねばいかんと思って、みんなとね共有した次第であります。なのでこのなんかなんだっけ、アルファサブマリンか、ぜひみんなもね遊んでみてください。で武器は多分まだ使えないんじゃないかなって感じで、詳しい方いたら教えてください。はいめちゃくちゃ面白いよね。で一応ね、そのなんて言うんだろうな、ショートカットインベントリーの上にイカダ状態、今イカダ状態ってあるんだけど、これは水面に出ててっていう状況で、で潜るとなんか泡の状態になって、これはさっき言ってた真空室状態なので、ここら辺がね自動的に分かれて多分燃費が変わってくるって感じになるので、まあ、そこら辺でいろいろね皆さんねちゃんと見てやってくださいっていう感じですね。まあ、そうしないと普通に窒息死とかしちゃうのかな。まあでもガソリンがあって動いてる状態なら多分大丈夫なんじゃないかな。そもそもガソリンがないと動かないから、まあそもそもそのなんていうかな、前行ったり後ろ行ったりができないから、あでもあれか、途中でガソリンがなくなったらやばいのか、海底でっていうのもあるかもしれないので、最後にちょっとそれだけあれ実験してみる。ガソリン全部取って海底で一旦ガソリン切らしてみたらどうなるのかやってみたいと思います。これどうなるんだろうね。そしてこれがゼロパーになった時どうなるかね。ゼロパーになったら多分止まると思うんで、その状態で機上解除して船内を歩いてみたいと思います。あゼロパーになった、で止まったと。でこうなったらどうなるんだろう。ちょっとクリア解除してみましょう。と言っても別に酸素値は減ってない。ああなるほどね。かといって酸素値は減らないというところなので、まあ、なので一応海底で航行不能になってしまったとしても、まあ、基本的にはガソリンをまあなんかメガロドンとかに乗ってとりあえず海面に出て持ってきてみたいなっていうのをすれば、まあ、問題なく再始動というかですね、再出発できるので、まあ、そこら辺はいい感じなんじゃないかなといったところですね。まあ、ただちょっと防寒機能とか、まあ、なんかその暖房機能っていうのは、そのなんていうかな、いろんなそのエアコン的な機能が出てないから、そこはちょっとね、まあ、問題になってしまうかなというふうに思ったりもするかもしれないね。そこはちょっと、あれかな、ウィークポイントになっちゃうかなっていうところなんでね、最後にこれを踏まえてまとめをやっていきたいと思います。で、まとめとしては、このアルファサブマリン、めちゃくちゃおもろいです。
でちゃんとレベル105でかついろんな重い建材とかあの素材を使って作ってで、まあ、エレメントも消費してっていうレベルなんだけど、でようやく使えるので、まあまあ、 あのハードルとしては最後の最後でボス戦終わった後とかにも全然いいんじゃないかなっていう風な形で、しかも1個であのいろんなね拠点の、まあ、ほとんどエアコン以外の能力は持てるから結構ね面白いんじゃないかなっていう風には思ったりもするので、いい感じに使えるんじゃないかなっていう風に思います。で、まあ、ちょっとねあの気になる点としては、ここにねあの低温ポットというかそうクライオフリッジとかがあの置けるかどうかだけちょっとね最後に試してみたいと思うんだけど、あのあ置けないね、あ判定がねえわ、なのでちょっと置けはしないと。で、あとは恐竜とかを召喚してみて、恐竜が、まあ、あのどういう感じになるかっていう形だよね。一応プロコプトドンとか今あの出してみたんだけど、でこれで、こいつは置いてかれるかな、一ずれ起こして置いてかれて、おおちゃんと乗ってる、すごいすごい、プロコプトドンちゃんと乗ってる、プロコプト、あ海底に行くと落とされる。なるほど、海上はいいけど海底はダメっぽい。あーなるほどね、なるほど。そう、おーでもなんかどういう感じえ、なんか自動的に今入ったんだけどえ、なるほどね、これどういう感じ、なんかよくわかんない、よくわかんないけど、なんかあの恐竜はあんま置かない方がいいかも恐竜はあんま置かない方がいいかもしれないから、まあ、ただかといって、あ今落ちたよね、あこんな感じプロコプトドン落ちてるから、かといってちょっとね、まあなんて言うんだろうな、クライフリッジを置けるわけではないから、ちょっと難しいところではあるよねっていう感じですね。ちょっとこれは恐竜はあんま中に置かない方がいいかな。なのでこれを見るとおそらくプレイヤーとかも多分なんだけど、まあ座っといた方がいいかなっていう感じ。マルチプレイの時は必ずシートに座って移動した方がいいかなっていう感じ。まあここら辺はぶっちゃけさ、あのいろんなプラホの、あのモサとか、あとはあのイカダとかでもそうだけど、結構落ちやすいから、物理のなんかその物理エンジンみたいな感じの、あの演算でポンってこのそのなんていうの、あのニュートンの法則みたいな感じで移動してる最中に飛ぶとヒュッてこうなんかそう位置エネルギーによってポンって後ろに行っちゃったりするから、それはなんか働くし、なんかちょっとうまい具合にこの中に、なんていうの、物理判定があってちゃんと船内の中にとどまるっていうのが多分ちょっと難しそうな匂いがするので、そこはね残念ながらちょっと作りが若干甘いというか、まあ、そんな感じになってるのでお気をつけください、使う際は。であとは回収できるんだけど、中身がここら辺とかさ、めっちゃ俺素材入れてんじゃん。なのでこういうのが一気に海底にポンって、海面にポンってね、キャッシュが浮く形になるので、そこら辺もね気をつけてくださいっていう感じですね。一気に大量の荷物がポンって置かれたりするので、それはねちょっとねやばいかなっていう風な感じになるので、まあ、ただねこの船の面白かったり便利だったりっていうのはすごくね使う価値あるかなって思うので、ぜひみんなもねこのねなんだっけ、アルファサブマリン使ってみてくださいいやなんかめっちゃおもろいよねこれ。てかほぼ能力的にはシャスターに似てる感じだよね、戦艦と潜水艦できるってことだから。っていうところでね、次は俺はこいつの武装が解禁されるのを待っておきたいと思います。そんな感じで本日はですね、このサブマリンというねやべえ船を紹介してみたんですが、ぜひみんなもね面白いモッドとかあったら教えていただければ嬉しいなって感じで、今日はですねこんな感じでこのモッドの紹介を終わりたいと思います。こんな感じで KTR ゲームがですね SE の頃からアークのドラキックを出しますので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価で応援していただければ幸いです。そんな感じで今日はこの辺にしておきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。